複素数、数学における複素数、複素数は実数のタイトと線形独立な、実数ではない要素の線形結合の形に表される数、二元数、実数体上の二次拡大感の下で規定元はその平方眼になるという特別な性質を持ち虚数単位と呼ばれる複素数全体のなす集合を太字のあるいは黒板太字でと表すは 実数全体のなす集合と同様に、過換体の構造を持ち、特にを含む、台数平体をなす。複素数体は、ケーリー、リクソン大数、4元数、8元数、16元数などの起点となる体系であり、また様々な超複素数系の中で、最もよく知られた例である。複素数の概念は、1次元の実数直線を2次元の複素数平面に拡張する。 複素数は自然に二次元平面上に存在すると考えることができるから複素数全体のなす集合上に自然な代償関係つまり全順を入れることはできないすなわちは順序体でないある数学的な主題や概念あるいは構成においてそれが複素数体を基本の対抗づくりとして考えられているときそのことは しばしば、それら概念等の名称に、多くは、説当時、複素、マイナスをつけることで反映される。例えば、複素解析、複素行列、複素、係数多項式、複素理大数など。実数と、実数対乗線形独立なわを満たすものとするとき、これを虚数単位という。を実数として、形式的にの形に書かれる式を一種の数とみなして、複素数と呼ぶ。 任意の実数はと同一視して、実数の全体は自然に複素数の全体に埋め込むことができる。この埋め込みは、指則演算及び絶対値を保つという意味で、位相体の埋め込みである。また、任意の準拠数はに同一視して、複素数となる。複素数に対して、複素数と2つの実数の組は1、1に対応するから、複素数全体からなる集合は、 をとみなすことにより、座標平面と考えることができる。そこで C を複素数平面、または単に数平面という。カールフリードリヒガウスにちなんで、ガウス平面あるいはにちなんで、アルガンズなどと呼ぶ。これと異なる語法としては、複素数対上一次元のアフィン線形多様体で、あるので、複素直線とも呼ばれる。数平面においては、座標が、実部、座標が、 虚部に対応し、軸、横軸を実軸、軸、縦軸を巨軸と呼ぶ。複素数に対してとするとは距離空間となる。この距離は座標平面におけるユークリッド距離に対応する。複素平面は複素数の形式的な計算を視覚化でき、数の概念そのものを拡張した。複素関数論においては複素平面 C を考えるよりも、 無限遠点を付け加えて一点コンパクト化したを考える方が自然であり、議論が透明になることもある。複素数球面、またはリーマン球面と呼ばれ、以下に示すように二次元球面と同称である。無限遠点にも、幾何的な意味を与えることができる。複素数平面を、引く座標空間内の引く平面とみなしに含まれ平面に原点で接する球面を考える。 この玉における原点のを北極と呼ぶことにする。任意の複素数に対しと、北極を結んだ線分はこの球面と、両端以外の一点で必ず交わり、それをと書けばは単車である。の像は、全球面から射影の中心である北極を除いた部分である。そこで、北極は無限遠点に対応すると定めることにすると、この球面はと1対1対応する。この関数は、 複素平面上の円を円に移し、複素平面上の直線を無限円点を通る円に移す。このことは、複素平面上の直線と円は、ほぼ同等であることを表している。二つの複素数が等しいとは、それらの実部及び虚部が、それぞれ等しいことを言う。記号で書けば、虚部の符号だけが異なる、複素数、A、倍と A、倍を互いに、 複素協約あるいは単に協約、協約、コンジュゲート、本来は協約であるといい、z イコール a 倍と協約な複素数、a 倍を記号で、または z と表す。すなわち、これらから、が容易に示せる、1746年、ダランベール、すなわち、が成り立つ。軸及び軸を、それぞれ、実軸及び、巨軸と取るのとは別の仕方で、 複素数を複素数平面上の点として定義する方法として原点からの距離とと線分の見込む角を半時計回りに測ったものの体の極座標を考えることが挙げられる。これにより複素数の極形式の概念が導入される。複素数の絶対値とはで与えられる実数を言う。が、実数、つまりの時は実数の絶対値に一致する。一般の場合には、 ピョタゴラスの定理により、は、原点との表す点との距離に等しい。絶対値の平方は、自身とその強約複素数との席に等しい。すなわち、複素数に対してが成り立つ。複素数の変革、応用の場面ではしばしば、位相とも呼ばれるは、正の実軸から測った同型の角度を言う。変革の値はラジアンで表すものとする。絶対値の時と同様、 直行形式から変革をと求めることができる。計算機言語ではしばしばこのような対応を二つの引数を持つ関数として実装する。例外として複素数に対する極形式の変革は不定とするが、角度はいかなる変革の取り方においても共通して、正の実数を表す。通常はこのように区間に値を取るものとして、それを主とする。 あるいはこの時負の値となるものに対してを加えるものとすればの範囲で値を取ることができる。同じ角に対してその角度にの任意の整数倍を加えても同じ角を表すのだから変革を与える関数は高であるものとして考えることもしばしばである。このような高性は数学的には以下のように捉えられる。すなわちが一び与えられた時がその近傍を 連続的に変化するならば、関数の値もまたその金棒で連続的に変化するように枝折るものとして、それを単にのように書く。絶対値と変革を合わせれば複素数平面上の点の位置を完全に特定することができ、極形式と呼ばれる複素数の表現方法が与えられる。極形式から元の直行座標を回復するには三角関数形式を考えればよい。 オイラーの公式を用いれば、これをと書くことができるし、シス関数を用いてと書くこともある。は、電子工学において、振幅と位相を持つフェーザを表すのによく用いられる。情報、情報及び、べきの計算は、極形式の下で行う方が、直行座標によるよりも簡明である。二つの複素数を及びとすれば、よく知られた三角関数の加法定理によってが、導かれる。 すなわち、積の極形式表示において、積の絶対値は絶対値の積であり、積の変革は変革の和である。例えばをかけることは、半時計回りに直角に回転させることであり、その意味においてであることが再び確かめられる。同様にして、昭和と与えられる。変革に関する等式は、各項にの任意の整数倍を加える、不定性を除いて成り立つ等式であることに、 注意しなければならない。例えばにおいて、もし格好任意に変革を取るものとしてしまうと、と書けば、右辺はだが左辺は、隣厳密には等しくならない。それを明示するために合同式の記法を流用して、しばしばなどとも書く。これがに関して合同であるという理解は重要である。しかし、戦術のように、適当なリーマン面上で変革を取るものと仮定すれば、の整数倍を加える。 不定性なく、実際に統合が成り立つ。すなわち、三つの複素数のそれぞれに対して、独立に変革を取るのではなく、一びを満たすように変革を一組選べば、例えば右辺の各項の値を決め、それによって左辺の値を定義すれば、あるいはを連続的に変化させるときも連続的に変化して、そのような三点の金棒において、常に、 厳密な意味で統合が成立する。同様の注意のもと以下が成り立つ変革の計算法則は対数のそれとほぼ同じであるが、それは複素数を変数とする自然対数の虚部が変革によって表されることに起因している。実数、整数に対してが成り立つ、ドモアブルの定理。同じことであるがとも表現される。が整数でないとき一般には成り立たない。 複素数全体のなす集合は体をなす。これは以下のような事実が成り立つことを意味する。これらの性質は実数全体のなす集合が体であるという事実の元、先に与えた基本的な和と積の定義式から証明することができる。実数の時と異なりは順序体にはならない。つまり、過法及び情報に両立する順序関係を定義することはできない。 実は、任意の順序体において、任意の元の平方は以上でなければならず、それゆえとなることは、上のそのような全順序の存在を否定することになる。任意の複素数を係数とする多項式は、工事の係数のうちの少なくとも一つが、比例のとき、少なくとも一つの複素根を持つ。これが大数学の基本定理である。この事実によりは、大数平である。この性質は、 有理数体や実数体では成り立たない。前者は、例えばが、有理根を持たず、後者は、例えばに対してが実根を持たない。大数学の基本定理の証明は様々なやり方があり、例えば、リュービルの定理などを用いる、解析的な方法や、巻数などを使う位相的な証明、あるいは、奇数次の実係数多項式が少なくとも、一つの根を持つ事実に、 ガロア理論を組み合わせた証明などがある。この事実により、任意の大数兵隊に対して成り立つ定理をにも適用できる。例えば、任意の空でない複素性方行列は少なくとも、一つの複素固有値を持つ。体は、以下の三つの性質を満足する。この三つの性質を持つ任意の体は、体としてに同型であることが示せる。 例えばの大数平筒みはこれら三つを満たすので二同型となる。この大数的なの特徴づけの帰結としては自身に同型な真の部分体を無数に含むことがわかる。または複素体に同型であるがその同型を決めるには選択行理が必要となる。二は大数的側面のみならず近傍や連続性などの解析学や位相空間論の分野で 考慮の対象となる性質も備わっている。そのような位相的性質に関しては、適当な意味で、収束の概念を考えることのできる、位相体を成すことに注意しよう。このはつまり、性の実数全体のなす集合である。さらに言えば、は、非自明な対合的として、複素協約変換を持ち、任意の比例複素数に対してが成り立つ。 これらの性質を満たす任意の体には、任意のに対する集合を回帰とすることによって、位相を入れることができ、この位相に関しては2相体として同型になる。これとは別の位相的な特徴づけに、連結な局所コンパクト位相体は及びに限ることが利用できる。実際この時、比例複素数の全体は連結だが、比例実数の全体は連結でないという事実を、経れば、 と、春別することができる。比例複素数の全体は、複素数体の情報群であり、における、距離空間としての部分位相空間とみて、位相群をなす。また、絶対値の複素数全体のなす、群、演習群はその部分位相群であり、写像及び写像は、位相群としての同型である。ここに、は、小位相群、は、正の実数の全体が、 情報についてなす群であり、は、位相群の直跡を表す。1835年に、ハミルトンによって、負の数の平方根を用いない、複素数の定義が与えられた。実数の順序体及びに対して、和と積をにより定めるとき、を、複素数という。実数和の形で表され、虚数単位和に当たる。このとき、に関して、体となり、は、 単位元はである。ハミルトンの大数的な見方に対するこだわりは、複素数をさらに拡張した4元数の発見へと結びついた。の大数的な姿をより明確にする特徴づけは、体及び多項式の概念に基づく構成によって示される。体とは、有理数全体のなす、集合のように、四則演算ができてよく知られた、いくつかの性質を満たすのである。 実数全体のなす集合が体であり、またに係数を持つ多項式全体のなす集合が、通常の多項式の和及び積に関して多項式間と呼ばれる間をなすことに注意する。乗与間がを含む体となることは示すことができる。この拡大体は、及び、の属する乗与類をの二つの平方根として含む。この乗与間の任意のもとはの形の多項式を、 代表元に持ち多項式の情報の原理によってこのような多項式は一時的に決まるから及び除くする乗余類は実ベクトル空間としてのの規定である。さらに言えばこのような元乗余類をその代表元となる上記の一時式の係数によって実数の順序体によって表すならばこの体における中小代数学的に与えられた過法及び情報は 不死で述べた形式的に与えられた過法と情報の定義式に整合する。すなわち、二つのやり方で得られた体は、体として同型である。対応により、複素数を行列で表現することができる。つまり、複素数の過法及び情報は、この対応によって、通常の及び行列の席に移される。また、複素協約は行列の点値に対応することが確認できる。 極形式を用いてと書けば、は、角度の回転行列のスカラーバイであり、これは、複素数の積が、上の原点を中心とすると回転の合成を引き起こす、ことに対応する。複素数の表現行列をとすると、の行列式は対応する、複素数の絶対値の平方である。この行列表現はよく用いられる標準的なものだが、行列フォーミュラ24を平方が、 単位行列の対倍となる任意の行列に取り替えて、別の行列表現が無数に考えられる、公述、また実二次正方行列の項も参照。複素変数の関数の研究は、複素関数論と呼ばれ、純粋数学の多くの分野のみならず、応用数学においても広範な応用が持たれる。実関数論や数論等における命題の最も自然な証明が、 複素解析の手法によってなされることもしばしば起こる。例えば素数定理。あるいは大数学の基本定理のルーシェの定理による証明。実関数が一般に実に次元のグラフとして視覚的に理解することができたのとは異なりのグラフは未四次元となるから、その視覚化に際しては二次元や二色相、もしくは明度や彩度、軌道による次元を加えたり、あるいは複素関数の引き起こす。 複素数平面の動的な変換をアニメーションで表したりすることが有効になる。実解析における収斂急数や連続性などの概念は、いわゆるイプシロンデルタ論法において実数の絶対値を用いたところを複素数の絶対値で置き換えることにより複素解析においても自然に考えられる。例えば複素数列が収束するための必要十分条件は、その実部及び 部のなす実数列がともう少し抽象的な観点では、は、距離関数を備える完備距離空間で、特に三角不等式が成立する。実解析と同様に、収束の概念は、いくらかの初等関数の構成において用いられる。複素指数関数あるいは,は無限級数として定義され、この級数を用いて、実変数の指数関数によってあのような、 双曲線関数を定義するように、実変数の制限関数や予言関数を定義すれば、それらは何も変えることなく、複素変数において定義された複素関数にすることができる。オイラーの等式の述べるところによれば、任意の実数に対してが成立する、特にである。実関数の場合と異なり、複素数に関する方程式は、 任意の比例複素数に対して無限個の複素解を持つ。そのような解、すなわちの複素対数関数はと表すことができる。ただし、は実関数としての自然対数で、は上述の変革である。この値は変革の時と同様にの整数倍を加える違いを除いて1位であるから、複素対数関数もまた多可関数である。主値としては、この虚部が 区間のの範囲ににあるるように制限したものを取ることが多い。複素数の複素数乗はとして定義される。対数関数は高であったから、その結果として複素数の複素数乗も一般には高になる。適当な自然数に対するを考えるときには、これは複素数の引くべき値が一位でないことを意味するものになる。例えばは一般には成り立たない。より一般に。 対数関数の適当な枝を取って一過関数として扱うとき、実数の実数上の場合に成立していた指数法則や対数法則は複素数の複素数上では一般になり立たない。例えば、和が複素数である場合には一般には成立しない。この式の両辺を今述べたような多可の値を持つものとみなす場合、左辺の値の全体は右辺の値の全体のなす。 集合の部分集合になっていることにする。複素関数が生息関数であるとは、それが、コーシー、リーマン方程式を満足するときに言う。例えば、複素係数を持つの形の任意の引く、線形写像が生息であるのはのとき、かつそのときに限る。第二項は実関数として微分可能だが、コーシー、リーマン方程式を満たさず複素微分可能でない。 複素解析には実解析にないいくつかの特徴がある。例えば任意に与えられた生息関数がの任意に小さな解集合上で一致するならば、それらは全体でも一致する。百合型関数は局所的に生息関数を用いてと書くことができ、生息関数といくつかの特徴が共通する。百合型でない関数は申請特異点を持つ。例えばはに申請特異点を持つ。 負の数の平方根について、いささかなりとも言及している、最も古い文献は、数学者で発明家のアレクサンドリアのヘロンによる測量術である。そこで彼は、現実には、不可能なピラミッドの水大について考察しているものの、計算を誤り、不可能であることを見逃している。16世紀に、イタリアの数学者カルダノや、ボンベリによって三次方程式の解の公式が、 考察され、特に三つの異なる実数を解に持つ場合において、解の公式を用いると、負の数の平方根を取ることが必要になることが分かった。当時は、まだ、負の数でさえあまり認められておらず、回避しようと努力したが、それは、不可能なことであった。17世紀になりルネデカルトによって、虚という言葉が用いられ、虚数と呼ばれるようになった。 デカルトは作図の不可能性と結びつけて論じ、虚数に対して否定的な見方を強くさせた。その後、ウォリスにより幾何学的な解釈が試みられ、ヨハン・ウェル・ヌーイやオイラー、ダラン・ベールらにより虚数を用いた解析学、物理学に関する研究が多くなされた。複素平面が世に出たのは、1797年にノルウェーの数学者によって提出された論文が、 最初とされている。しかしこの論文はデンマーク語で書かれ、デンマーク以外では読まれずに1895年に発見されるまで日の目を見ることはなかった。1806年にによって出版された複素平面に関するパンフレットは、ルジャンドルを通して広まったものの、その後、特に進展はなく忘れられていった。1814年にコーシーが複素関数論を始め、 複素数を変数に取る解析関数や複素積分が論じられるようになった。1831年に木は熟したと見たガウスが複素平面を論じ、複素平面は複素平面として知られるようになった。ここに虚数に対する否定的な視点は完全に取り除かれ、複素数が受け入れられていくようになる。実はガウスはベッセル百九十七年により、 前の1796年以前に、すでに複素平面の考えに到達していた。1799年に提出された、ガウスの学位論文は、今日、大数学の基本定理と呼ばれる定理の証明であり、複素数の重要な特徴づけを行うものだが、複素数の概念を表に出さずに巧妙に隠して、論じている。複素数と実数により定まる、変数の関数は時間に対して、 周期的に変化する量を表しているとみなすことができる。周期的に変化し、ある種の微分方程式を満たすような量を示す。このような表は、フェーザ表示と呼ばれ、電気、電子工学における回路解析や、機械工学、ロボティックスにおける制御理論、土木、建築系における振動解析で用いられている。なお、電気回路上では、電流の密度、 と混同を避けるため、虚数単位は、を用いることが多い。物理における振動や波動など、互いに関係の深い二つの実数の物理量を複素数の形に組み合わせて表現すると便利な場面が多いため、よく用いられる。量子力学の数学的な定式化には、複素数の体系が本質的な形で用いられている。物の位置と運動量とは、 フーリーへ変換を介して、同等の扱いがなされ、波動関数たちのなす複素ヒルベルト空間とそのの、作用素たちが理論の枠組みを与える。複素数とは実数を係数とする、実数単位と虚数単位の線形結合であるが、これに新たな単位を有限個加えて、通常の四則演算ができる、数の体系、体を作ることはできない。 実数体から拡張してを得る過程は、ケーリー・ディクソン構成と呼ばれる。この過程を推し進めて、より高次元の4元数体及び8元数体が得られ、これらは実数体上のベクトル空間としての次元それぞれ4、及び8である。この文脈において、複素数は2元数とも呼ばれる。注意すべき点として、実数体にケーリー、 リクソン構成を施したことにより、順序に関する性質が失われていることである。より高次元へ進めば、実数や複素数に関してよく知られた性質が失われいくことになる。四元数は唯一の非可換体であり、つまり適当な二つの四元数に対してとなることが起きる。八元数の情報は非可換なばかりでなく、結合性も失われる、つまり 適当なに対してとなりうる。一般に、実数体 R 上のノルム多元体は、同型による違いを除いて、実数体 R、複素数体、C、4元数体、H、8元数体 O、の4種類しかない。ケイリー、リクソン構成の次の段階で得られる16元数間では、この構造はなくなってしまう。ケイリー、リクソン構成は、お引く、線形感、つまり、 情報を持つ、対線形空間と見てのの生息表現と近しい、関係にある。すなわち、任意に、複素数を取るとき、引く、線形写像とすると、これは、線形代数学でよく知られた仕方によって、適当な規定を選ぶことにより、行列で表現することができる。順序付けられた規定に関しては引く、実行列で表現される。つまり、 行列表現の節で述べた行列に他ならない。これはの標準的な線形表現だが、唯一の表現ではない。実際、なる、形の2意の行列は、その平方が単位行列の場合、すなわちを満たすから、行列の集合もまたに同型となり、上に別の複素構造を与える。これはの概念によって一般化することができる。超複素数はも、さらに一般化するもので、 例えば分解型複素数間は乗与間である、複素数は乗与間であった。この間において方程式は四つの解を持つ。実数体は有理数体の通常の絶対値による距離に関する完微化である。上の別の距離関数を取れば任意の素数に対して進む数体が導かれる。つまりこれは実数体の類似対応物である。オストロフスキーの定理によれば、 このと以外にの非自明な完備化は存在しないの大数平包みにもノルムは伸びるがの場合と異なり、そのノルムに関しては完備にならないの完備化は再び大数平体でありの類似体を応物として進む複素数体と呼ぶ。体およびそれらの有限自覚大体はすべて局所体である。5、おさむき。